品川人 OOS は東京都港区高輪にあった大型ビジネスホテルを各テナントとした複合商業施設である。閉館したホテルパシフィック東京の建物を改装し暫定施設として開業したが京急とトヨタ自動車が再開発に着手するため2021年3月31日をもって閉館した。2010年9月に閉館した。 ホテルパシフィック東京の建物を再活用する形で開業した。2009年時点では閉館後に内装の大改修で貸しオフィス、貸し会議室を確とするビジネスコンベンション施設として開業させる予定であった。その後、大幅改修ではなく、従来のホテルパシフィック東京の客室、宴会場跡、レストラン跡などの区画を各事業者に賃貸して運営する。 テナントビル形態での開業が決定し、2011年4月29日にオープンした。従来のホテルパシフィック東京では景球が連結しがい者のホテル景球へ一棟貸しを行い、運営をしており、再三割れとなった場合は景球が最終的に損失を被る形となったが、品川人 OOS では、 各区画ごとに異なるテナントが京急へ一定賃料を支払う形となっているため一定のリスク回避に成功している。京急とトヨタ自動車が再開発に着手するため2021年3月31日をもって閉館した。解体後は大規模複合施設を建設しホテルやオフィス、商業施設や国際会議場などを誘致する予定でプロジェクト予算は1000億円を超える。 出店テナントの詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。